ルキウス・アイリウス・セイアヌス。ルキウス・アイリウス・セイアヌス、紀元、前20年、紀元後31年10月18日は、古代ローマの新衛隊長官、セイアヌスとも表記される。第二代ローマ皇帝、テベリウスの信頼を獲得し、牽制を誇ったが、テベリウスがカプリ島に引退した後、代理として元老院を牛耳り、また皇帝一族との婚姻。 対立分子の排除を図ろうとする。これが皇帝権力の脅威と見られ、ティベリウスの関係に陥り処刑された。騎士階級に属するルキウス・セイユス・ストラボの息子として、エトルリアのウォルシニー、現在のラツヨ州ビテルボ県ボルセーナに生まれた。その名前からアエリウス氏族の養子となったことがわかる。おじはユニウス・ブライスス。 妻、ピカタとの間には二人の男子と一人の女子を設けた。父、セイウス・ストラボは、アウグストゥスのもとで、親衛隊長官を任命されるなど信用を獲得しており、息子であるセイアノスも若い頃、原始後継者候補であったカイウス・カエサルの、東方任務の動向にばれている。その後、ティベリウスと信仰を持ち、アウグストゥス没後には、父と共同の親衛隊長官に任じられた。 のちには単独の親衛隊長官となっている。ティベリウスが元首に就任して、直後の紀元14年にパンノニアで暴動が起こると、ティベリウスより、その対象を任されたショードルススに助言者として同行し、軍団の鎮静化に成功している。その後もセイアヌスは、親衛隊の兵士たちを掌握するなど、有能さを証明し続け、 内向的なティベリウスから確固とした信頼を勝ち取り、その右腕として徴用されていった。20年には、自らの娘をクラウディウスの息子、クラウディウスドルススと婚約させ、原種一家と婚姻関係を結んだ。この婚約は、その成立直後、クラウディウスドルスが急死したため実現する子は、なかったが、この頃より、徐々に、 ティベリウスの長男ショードルススなど拡大するセイアヌスの勢力を危惧する者が増えていった。同様にセイアヌスも自らの牽勢欲のためドルススを疎み始めていた。二十二年にティベリウスは火事で崩壊していたポンペイウス劇場の再建を発表したが、同時にその火事の沈下にあたってのセイアヌスの働きも称賛した。これを受けて元老院は再建された。 ポンペイウス劇場の中に、セイアノスの立像を設置することを決議した。また同じ頃、ティベリウスは、アフリカで功績のあったブライススに対して、外戦将軍検証を送ったが、この時もやはり、ブライススがセイアノスの叔父であるゆえにとセイアノスに、言及した。セイアノスはそれまで大体単位で、ローマ市内に3カ所、郊外に6カ所と分かれて駐屯していた。 新衛隊を一箇所に集中させた。これは緊急時の対応を迅速に行えるようにするものであると同時に自身の掌握していた新衛隊の力と威信等を高めようとするものでもあった。この時新設された新衛隊兵舎、カストラプライトリアはローマ市の北東に置かれレンガとコンクリートで作られた堅牢な建物は後にローマを囲む城壁の一部に組み込まれた。 23年の時点で、テベリウスの養子ゲルマニクスはすでに死んでいたものの、テベリウスの後継者候補としてなおも、元首一家には、実子将、ドルスス、ゲルマニクスの長男ネロカエサル、次男ドルススカエサル、まだ幼いゲルマニクスの息子、ガイウスカエサル、愛称、カリグラがいた。男子としてはこの他にも、テベリウスの老いにあたるクラウディウスもいたが、長い間政治からは除外されていた。 政治の実権を握ろうとする聖アヌスにとって、これら原種の後継者候補の存在は歓迎すべきものではなかった。特に年齢、経験、原首との関係などから、実質唯一の後継者となっていたショードルスは、聖アヌスに対しやからさまな敵意を向けており、聖アヌスの野心にとっては最大の障害となっていた。このため、聖アヌスは、ショードルスの排除を計画する。 まずは、ショードルスの妻のリュウィッラに近づき不倫の関係を結んだ。さらにリュウィッラのじエウデモスを計画に引き込み、その後ショードルススの宦官、リュグドゥスも共謀者に加えた。また、リュウィッラが求めたため三人の子供を産んでいた妻、アピカタと離婚し、将来の結婚の約束で自分に縛り付けた。こうした準備の後、少量ずつ毒を持って、病死に見せかけて、 二十三年に、ショードルスを殺害した。この暗殺は、非常に巧妙に行われたため、八年後に、聖アノス一派が粛清されるまで一般に知られる子は、なかった。ショードルスの没後、テベリウスの後継者は、ゲルマニクスの維持のうち、すでに成人していたネロカイサルとドルスカイサルの二人に、絞られた。ショードルスの双子の息子のうち一人は十三年に、溶接し、 もう一人、テベリウス・ゲメルスは、まだ幼かった。そのため、セイアノスは、この二人とその後ろ立てとなっていたその母代、アグリッピナを次の標的とした。もともとテベリウスは、ダイアグリッピナに、好意的ではなかったが、セイアノスは続けて、毒薬を用いる危険を避け、こうした、テベリウスの感情を煽り立て利用した。また、ダイアグリッピナとその息子たちの破滅は、 セイアヌスの丈夫となっていたリウィッダも望むトロだった。加えて、カエサル家で巨大な権威を保持していたアウグストゥスのカフリウィアも、やはりダイアグリッピナの権勢を快く思ってはいなかった。こうした状況の中で、セイアヌスは、ゲルマニクスの友人たちを、次々と攻撃し、自らの地位を確立していった。他方で、リウィルとの結婚をテベリウスに願い出たが、これは、 岸身分のアヌスには、相応と認められなかった。二十六年にティベリウスはカンパニアへと出発する。名目としてはカプアでユピテルのノラでアウグストゥスの神殿を封建するためであったが、実際には都の喧騒から離れたいというティベリウス長年の願望の実現のためであった。同行したのはセアヌスのほか元老院議員国慶ウスネルーは、 上級ローマ騎士、クルティウス・アピクスなどに限られ、それ以外は、ほとんどが、ギリシア人などの文人であった。カンパニアに滞在中、ティベリウスが、タラキナに近い、スペルンカ、洞窟の館と呼ばれる別荘で食事をとっていたところ、落盤が起こり数人が犠牲となった。この時、聖アノスは身を挺して、ティベリウスを守り、以後その信頼は、絶対的なものとなった。 ティベリウスがイタリア半島を離れカップリ島へ今日を定めると、セイヤヌスはティベリウスとのアクセスを完全に掌握し、最大の牽制を誇るようになった。セイアヌスの誕生日は公式に祝われ、各軍団の軍団機の間には最高司令官ティベリウスの像と共にセイヤヌスの像が置かれた。多くの者がセイヤヌスとの友情を強く求めるようになった。一方で、 ネロカエサルとダイアグリッピナへの攻撃も続け、ネロの言動はその妻リウィアユリアからその母、リウイラを通して、逐次報告されていた。また自らの牽制のため、兄を疎ましく思っていたドルスカエサルもセイアヌスは、自派に抱き込んでいた。二十九年に、ローマでリウィアが死ぬ。ティベリウスに匹敵する権威を保持していた、リウィアの死後、セイアヌスとティベリウスは、 公の場で、ネロとアグリッピナを攻撃した。結果ネロは、ポンティア島に、アグリッピナは、パンダテリア島に流された。残ったドルススは、アイミリア・レピダと結婚するが、これが、ドルススの破滅の始まりだった。ディウィッダと同じくアイミリア・レピダと無情を通じた、セイアヌスはドルススを罠にかける。30年にドルススは、カプリ島からローマへ送られ、 パラティヌスの宮殿に遊兵され、兵の監視下に置かれた。さらに聖ヤヌスは、有力元老院議員であったアシニュスマルウスも、投獄した。こうして対立者を排除していった聖ヤヌスだったが、ティベリウスは、この頃から聖ヤヌスへの疑念を抱き始めていた。しかしそうした考えを表には見せず、逆にティベリウスは、自らの同僚として31年の予定死生官、コンスルに聖ヤヌスを指名した。 これによって、聖アノスは、騎士階級の職である、新衛隊長官であると同時に、元老院に議席を得ることなった。31年にティベリウスと聖アノスはコンスルに就任する。元首の同僚のコンスル職は、定世紀特別な意味を持ち、聖アノスの勢力はこの時絶頂を迎えた。しかし監修から、コンスルの一方は、ローマにおらねばならず、カプリ島から動かない、 ティベリウスのため聖ヤヌスはローマに釘付けにされた。ローマから動けない聖ヤヌスは、それまで掌握していた元首への面会、所管のコントロールを失い、新たに届くようになった情報でティベリウスは聖ヤヌスへの疑念をますます強くした。それでも依然としてティベリウスは、表向きは聖ヤヌスへの信頼を見せ、全属州を統治するプロコンスル命令権の共有者、 さらに向こう5年間の自身と同僚のコンスルとした。ローマの原種は、非公的な絶大な権威を別とすると、コンスル命令権、プロコンスル命令権、五民間職権を権限の源としていた。このうち特に五民間職権が重要視されたものの、この時点で聖ヤヌスは、原種の後継者の立場を、ほぼ主柱にしていたことになる。5月初めに、 ティベリウスがコンスルを辞任したため、セイアノスも辞任した。5月9日に2人の公認となる、補欠コンスルが就任した。このうち1名が辞めて、6月1日に、補欠コンスルとして、セイアノスの中丸キウスフルキニウス・トゥリオが就任した。10月1日、もう1人のコンスルとして、ティベリウスのシーン・アツイップ・ブリウス・ミウス・レグルスが就任した。一般的にはこの頃、 セイアノスはティベリウスへの陰謀を企てたとされる。しかし、この陰謀は、サトリウス・セクンドスから、ティベリウスの弟大、ドルススのカフで、ガイウス、カリグラなど残った、アグリッピナの維持たちを養育していたショーアントニアに、漏れる。彼女はティベリウスに対する陰謀を知るとその全容を、手紙に書き、自分が、最も信頼する奴隷のパラスに託して、カプリ島に向かわせ、 通報を受けたティベリウスは直ちにセイアヌスと、その一味を捉えることにした。10月17日に、カプリ島で、ナエビウス・ストリウス・マクロが、セイアヌスに代わって、新鋭隊長官に任命され、所管を携え、ローマに送られた。夜に到着したマクロはそのままコンスルのレグルス、消防隊長、プリーフェクタス・ビジェリスの裏キのスラコラに、ティベリウスの計画を知らせた。 翌18日にパラティヌスのアポロ神殿で元老院が開催される。この時、聖夜の末はマクロから五民間職権が与えられるという書簡の偽の内容が知らされていた。元老院が開かれるとレグルスはティベリウスの書簡の朗読を始める。この間マクロは親衛隊を掌握し、ラコは部下を使い、パラティヌスの周辺を封鎖、親衛隊の武力行使に備えた。 書簡は、こうしたマクロとラコに十分時間を与える長さで書かれており、レグルスの朗読は続いていた。書簡は徐々にセイアノスを責める口調を帯びてゆき、その最後で、決定的にセイアノスを弾劾していた。朗読の直後、元老院議場は、喝采に満ち、セイアノスは拘束されてその日の夜に、公主刑に処された。死体は、阿弥教官の石段で市民の侮辱を受けた後、 ティベリス側に捨てられた。彼の彫像はすべて破壊され、青道化などに対して記録抹殺刑が行われた。タキトゥスの年代記にあったこの件を記録した部分は現在失われており、上記の詳細についてはカッシウスディオのローマ誌によるところが大きい。聖ヤノスの処刑ごその一般の粛清が始まった。聖ヤノスの長男やおじのブライススはすぐに処刑され、 まだ幼かった次男と長女20年にクラウディウスドルススと婚約しているので10歳も公主刑にされた。タキトゥスの年代記によればローマでは諸女を公主刑に処することは許されていなかったので長女は強姦された上で殺害された。聖ヤノスの元妻アピカタも自殺を強要された。この時アピカタの遺書でショードルススの暗殺が判明した。 セイアヌスの権政は非常に強かったので、その遊戯を求めた者も,も多く、粛清は多数の言動員議員にまで及んだ。またこれ以後、ティベリウスは嫁や側近に裏切られたこともあり、疑心暗鬼を強め、知性終盤の恐怖政治につながっていく。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。